たけれたけれたけれ、タイソンチャンネル始まる。はい、お疲れ様です。皆さん心配されたと思うんですけど、襲撃されたっていう件で、とりあえず俺は大丈夫です。で、ちょうど今、ちょっと情報が入りまして、俺のこと襲撃してきたやつが、ちょっと近所のドンキホーテ。ドンキホーテになんかいるっていう情報を掴んだんで、今向かってます。いたら確実に叩きのめすんで、ちょっと今向かってるんですけど、まあ、ちょいるかいないかわかんないですけど、いたらちょっと、本当にガチでやるんで、よろしくお願いします。はい、埼玉市にある看板制作株式会社ラットクルーさん、イベントサイン、看板サイン、グラフィックデザイン、ホームページ、LP 制作、看板のことなら何でもご相談ください。キッズ用品アンクレ、育児のためのブランドです。お手頃価格で販売中なので概要欄からチェックをよろしくお願いします。いやー、ドンキ来たけどいねえな。いないですね。もうちょい探す？ちょっと、まあもう少しちょっと探しますか、うん、いや今店内も見てきたけどいなかったんで。でも情報を使うんですよね、ここ。そうそう、ここにいると情報を使うんだから、さすがにちょっと見つけないと、うんうん、で特徴も分かってるから俺。分かってるんですか？覚えてるから。ちょっとそうだね、一回止めようか。一回止めますか。はい、意外な。あれ、ね、どうしました？あっちなんか目見えた。見えました。あれ、どうですか？いや、ちょっと分かんない。分からん。はい、さすがにちょっとね、見つけてもらわないと。え、いたよ、3人いた。じゃあちょっと、マジでやっちゃいます。あ、ちょっと、うん、いいよ、もう写してあげて。あれ、いるだろ。いる、いたー、 いたほら、ほらほらほら、おめらな、ほら、よくもやってくれたなてやるもんね。くそー、おら、おはやおら、うわ、おい、二人見てね、このやるなろ、こなろ、あんなボコボコここにされてなろ、ほら、こいつが一番やりましたかね。こいつ一番不意地ですから。ほら、死んだか。ちょっと待ってください、映します。死んだか確認しないで。首がない、首。あ、これはカンボズ。どうなんだよこれ、ね、これ植物です。植物だろこれは。舐めやがっててめえだ、この野郎ら。どうしますこれ。ちょっとこれで気が済みました。まあまあまあ、うん、まあ、やりかしたからな。そうですね、うん、植物、完全植物。これはカン、うん、これは、うん、気持ちいいですね、やっぱり。気持ちいいだろ、はい、ここまで圧勝すると。なめんじゃねえってマジでや。なんか、いや、雑魚でしたね、結局は。クソ雑魚だよ。こんな群れてることしかできない。3人で、はい、マット持ってねえと、はい、生きれないやつらだから。あ、なるほど、はい、うん、おい、聞いてんのかてめえ、この野郎。待って、顔あります。あ、これもう行っちゃってますね。顔ねえかも。知らねえよ。行っちゃってる。おい、てめえ、寝てんじゃねえで、この野郎。な、生首でしょ。ああ、なんか出てきた。なんか出てきた。粉出てきました。生首だよ、てめえ。これ待って。これ逮捕案件ですよ、これ。これ、そこまでやっちゃうと。マジで、はい、やばい。生首だよ。鳥だろ。俺に手かけたら、こうなるってことをな、教えてやるよ。まあまあでもしょうがないですよ、ちょっと襲ってきたんだから。そうだろ、もう植物やられたことをやり返しただけだから。そうですよ、うん、知ったこっちゃねえってね。どうします、あと2人。あと2人、はい、生首すっか。なんか生首3人衆。生首してこれ待ってください。仲良く生首で並んでるってね、この野郎。ちょっと待ってください、2人目ちょっとしますね。うわ、2人目これひどい。顔もめちゃくちゃ何回やられてる、これ。よっしゃ、いいか、これで、はい、うーわ、
うーわ近くこれここまでですか、ここまでやっちゃいます、それそうで、これ大丈夫ですか、これ俺切れただけ、ほんとえげつないからさ、俺これちょっと待ってください、これ警察に言われないですか、上等だよ、捕まえてみろ、これはちょっと待ってください、通報しろみんな、ちょっと俺逃げていいですか、ちょっとここまでちょっとやっちゃうと自分も映してくれ、いいですか、どうなんだこれ、長谷さん三人衆三人衆なあ、俺に手かけたらどうなるか、こうなるってことだよ、そうですよね、うん、見てる視聴者もそうだよ、うん、アンチとかな、そうだから結局こうやってね、うん、喧嘩売られて間違うなって、うん、結局こうなるんだ、そうなりたくないでしょ、みんなこんなこと、これだぞ、これはさすがにぶっ飛ばされたとこだってレベルじゃないからな、生首だから生首っすよ、うわ冗談じゃねえよ、これはまあしょうがないっすよ、だってあっちからこれで、うん、もし俺が逮捕されるようなことがあったら、はい、どうかしてるわ、まあ、だって間違いなのはあっちですから、そうだよ、急に不意で襲ってきたのはこいつらなんだから、もう それは悪いな、うん、だろ、俺何も悪くない、確かにやりすぎてる部分はあるかもしれないけど、でも言ってたじゃないですか、うん、あのな植物にするって、そう、もともと、うん、植物超えたなこれな、これ植物どころか、もうこれもう地獄に行ってますよ、これ地獄に行ってますよ、これもう本当に、あ、俺にちょっかい出すとこういうことになるから、はい、うん、皆さんも本当くれぐれも、うん、はい、ってことで、いいか、いや、ちょっと待ってください。まだか。まだですよ。待て。なんか、こんなのがす、こんなって何だこれ。こいつの血か、これ。これ血ですね。いわゆる。うん。あ、わかった。遺骨のあれだ。あの粉。あの、出てくるじゃないですか。骨か。そう、骨。こいつは骨か。骨になっても砕けちゃったんですよ。中身まで。なるほど。焼却された後の、ね。そうそうそう、焼却された後。焼却だよね、これ。だけ。一服していいか。そうっすね、ちょっとでも周りにちょっと人あまりいないんで、目撃者あんまりいねえから大丈夫だ、大丈夫ですか、うん、逮捕はされねえ、だからまあアンチの人もね本当に気をつけてください、マジでここまで俺を殺す半端じゃねえからな、半端ないっすね、うん、まあたった多勢に無勢でさやられたけども、はい、うん、結局こうやってきっちり返すから、そうっすね、うん、まあとりあえずまああれですね、もうやっつけてことだし、これでまあまあ皆さんね、はい、ちょっと心配をおかけした人もいるかもしれないですけど、きっちりやり返したんで、はい、もうこれでもうチャラということで、もうみんな心配しました、チャラというかもう死んでっからな、こいつら、もう死んでますよ、はい、はあ、参ったな、初めて見たろ、俺こんな切れてるの、俺初めてですよ、初めて真の当たりにしたろ、いやまあいや本当にいやもうやりすぎだなと思ったんですけど、でもまあ止められちゃうと俺も自分も生首にされちゃうんで、はい、まあこういうことだな、そうですね、うん、でよく喧嘩売られても間違えないように、そうですね、うん、ちょっと見極めしてもらって、そう、うん、ね、暑いな今日な、今日は暑いですね、うん、これこのままさ、はい、後日さずっとここに並んでたら受けるよな、いやよく、あ、ずーっとこいつあの花とか添えられてる、やばいですよじゃあ最後にちょっと3人でちょっと映しますか、そうだな、最後に3人衆を、はい、皆様これが3人衆、はい、こうならないように皆様気をつけてください、じゃあそれではライズチャンネルの子供たち、はい、さよなら、さよなら、さよなら、優しい餃子グルメステーション西尾具店さん、餃子の他にもカレーやお弁当などメニューが豊富なのでぜひ皆さんご利用ください、ホワイトニングショップ恵比寿店さん、一度でものすごい効果を実感できますので皆さんも体験してみてください、よろしくお願いします、光る花ホーユーさん、ガクトさんや井上尚弥さん、飛鳥きららさんなど芸能人も多数愛用しています、プレゼントにも最適なのでぜひ皆さんご利用ください。